大朝駅は広島県山形郡北広島町にあるバスターミナル。国鉄バス高浜線の自動車駅として県道沿いに開設された。広浜線と川本線が接続する国鉄バスのターミナルとしての機能を果たしていたが、高速道路の開通に伴い、1991年に県境区間、1998年に東駅以北の広浜線は廃止となった。 さらに2003年3月には川本線の一般路線も廃止となり、国鉄 JR バスの結節点としての機能は失われた。一方で、中国 JR バスの支線や広島電鉄の町内路線が大朝交通に移管され、また川本線の廃止後は、大南町 A バスが代替運行を行うようになったことから、これらの代替路線バスと、 広浜線との結節点とするべく、新たにショッピングセンター、福祉センターと隣接する場所にバスターミナルを整備することになり、2003年4月30日より、共用を開始した。これにより、それまでの大浅駅は、車庫機能のみが残ることになり、停留所名も大浅車庫に変更された。駅舎は、その他の設備とともに2011年に撤去されている。窓口では、 バスのほか、JR の乗車券を購入することもできる。高速バスは当駅には入らず、広島市浜田市、大阪市浜田市、高津市、増田市が大朝インターチェンジに発着している。ありがとうございます。